上流。もうお前のこれ以上かま。私も。詳しい話とにかく。しばらくどないしてたん？ようわからんけど、鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。ん？なんや、傷だらけやないの。はあ、少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか。その場合は追加料金やけどな。そっちは間に合ってるが、シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それともあたし。シャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく大げさやな。大げさで悪かったな。上流。いや。せやな。ああ。あのね。ああ。せやね。あんな。ああ。頼むわ。上流。ああ。なるほど、いい店だ。ふふ、せやろ。よく来んのか。うん、静かに飲みたい時はここやね。お客さん少ないから。少し意外だね。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。
もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。そうか、なら今日はとことん付き合うぜ。威勢ええけど、うちと飲み比べしたら赤っ端かくで。こっちのセリフだ。上流付き合ってくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ、ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くねえ。せやろ。さ、いっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか。そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り、持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ。え？何か目的があるんじゃないのか。ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。ん？なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし、聞かせてや。俺はただおやっさんみたいになりたかっただけだ。おやっさん？読んで字のごとく俺の父親みたいな人だ。今だって俺はどこかであの人の背中を追いかけ回してるのかもな。へえ。じゃあ上流はまだ子供の頃の夢を追い続けてる最中ってことやね。カッコつけて言えばそうなるな。実際カッコええよ。大抵の人はどこかで夢を諦めて大人になるんやから。ふん。あんたは褒めて伸ばすタイプらしい。何か悩み事でもあるのか。なんでそう思う？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流、気ぃつこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから、上流は気兼ねなく飲めてええわ。木のうろとして便利に使ってくれ。
王様の耳はロバの耳って。じゃあこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ乾杯。つるのです。恐れ入りますが、キリアさん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスル、わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別もんや。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいですか。そうか、わかった。ほな。上流。ほい、到着や。おまっとさん、上流もキャッスルが気に入ったみたいやん。ほな、鶴野さんによろしくな。うちはヘリポートで待ってるさかい。ギリアさん、ずいぶんムードのある場所だな。キャッスルに来るもんの目的はムードちゃいます。せやからここは穴場なんですわ。人がいないだけの場所なら蒼天堀にだってある。なんでこの場所を選んだ。理由はあの男に関係ある話なもんですから。ん？確か鬼人会の会長です。西谷誉っちゅうんが代々受け継がれる名前でして、あの人は三代目西谷誉。渡瀬の親父が近江連合を解散させるとき一番の邪魔者になります。どういうことだ。少し長い話になりますが、準備よろしいですか。来月親父が出所する日、親父は無所を出たその足で近江連合の本部に行き、組員たちに出迎えられます。壇上に上がって挨拶をする手はずで、みんな出迎えご苦労程度の挨拶や思うてる。せやけどそこで親父が読み上げるんは警察に宛てた近江連合解散届や。その時みんな何の前触れもなく組織が消滅すると聞かされるんです。東条会が消えて神室町を取り日本統一も見えてきたっちゅうのに、突然組織も仕事も飯の種も何もかもなくすと言われるわけや。一体何が起きるやら。ああ、下手したらその場で暴発するやつも出てくる。渡瀬はなんでわざわざそんな真似を。そしたらメールの一斉送信で知らせますか、それとも警察に守ってもらいながら読み上げるか。
荒くれの極道たちに言うことを聞かせるんやったらこっちも器を見せなあかん。文句があるならその場で言えと迫り、反対するもんは力でねじ伏せる。せやなかったらいくら解散やわめいたとこで誰も聞かん。ほなこっちはこっちでやりますわって他の親分衆に言われてしまいや。目的は分裂やない、あくまでも解散なんです。一理あるな。せやから解散するその場には前もって味方になってくれるもんを増やし、手強い敵は事前に減らしとかな。確かにそうだろうが、そんな状況で誰が味方につく。堂島大吾、真島五郎、西島大河、そして桐生一馬。案外駒は揃ってんだな。さらにここから先はトップシークレットなんですが、もう一人、東条会を裏切った荒川真澄、今近江連合の頭代行、あいつは実は俺らの味方です。スパイとして東条会6代目の極秘指令で動いてるんです。なんだと。東条会も渡瀬の親父ももう極道組織が立ち行かん時代になったと考えています。警察や政治家の都合で極道のトップはいつでも首をすげ替えられる。そのために跡目をめぐって極道だけが血で血を洗い潰し合って先細る。要は権力者のおもちゃにされる未来しか見えん。ああ、そうなる前に組織を解散し極道たちに別の選択肢を用意する。それがあのお二人の目的です。ただし巨大化しすぎた近江をいっぺんに破裂さすリスクは可能な限り減らさな。その話にさっきの荒川がどう関わってくる。荒川は表向き都知事の浄化作戦で東条会を売り、神室町を近江に明け渡した裏切り者です。けどその本当の目的は近江の組員を東西に割ること。神室町に大勢の組が流れた結果、今蒼天堀に残ってる兵隊の数は全盛期の半分です。荒川真澄は惚れ惚れするぐらい完璧に役割を果たしたんですわ。待ってくれ、神室町の浄化作戦はいつの話だった。2年前です。そんなに前からお前らは解散の根回しを。ええ、そして最後にもう一つ片付けなあかんことが残ってる。ここに来たんはそのためです。貴人会の会長三代目西谷誉を排除せなあかん。近江連合の中で今渡瀬の親父と張れるただ一人の極道、金稼ぐしか能のない幹部衆へは面と向かってこき下ろすし、逆に武闘派で鳴らした親父のことは心底慕ってます。酒飲めばその生き様に憧れてきたと涙流して何遍も同じ話を。けどだからこそうちらが解散企んでいると知ったら可愛さ余って憎さ100倍、まず間違いなく潰しにかかってきます。そうなったら今まで親父に従ってた近江の門も大半が西谷につくでしょう。そこまでの男なのか。ええ、つまり解散を宣言しても西谷がおる限り近江はまた一つにまとまってまう。しかも貴人会の得意技は暗殺。親父も俺も東条会の幹部たちも死ぬまでつけ狙われる。結果解散計画は元の木阿弥や。だから事前に西谷を片付けろと。ええ、先に言っとくが俺は殺し屋じゃねえ。分かっております。
解散を宣言するとき西谷を身動きできんようにするだけで、あの人さえ出てこなんだら残りの連中は右往の衆にしておけます。要は西谷を半殺しにでもして潰しときてってわけか。渡瀬が出所してくるより前に。はい、相手は近江連合直参の組長、正面から言ってもええし、こっそり忍び込んで寝首かいても結構。ただし俺ら渡瀬組は表立って鬼人会と敵対するわけにはいきません。そうなると自由に動けるのは桐生さんお一人ということになります。大したもんだ。よくそんな話をずうずうしく頼めるな。うちが大道寺にくれてやった500億元は取らせてもらえませんと。一つこれだけははっきりわかる。この船で西谷を襲撃した場合、脱出ルートはヘリしかねえ。やるなら奴が船を降りた時だ。ええ、せやけどあの人はここ一年ずっとこの船に寝泊まりしとる。よっぽど居心地がええんやろな。このままやと多分次に西谷が船を出るんは親父の出所の日や。そない悠長に待ってられん。ならまずは西谷がここを出たくなるような何かを起こすさ。その何か言いますと。金を出したからって何でもすぐ俺に頼るな。作戦はこれからだが、せっかく現地まで来てるんだ、下見はたっぷりできる。確かにおっしゃる通りで。失礼します、鶴野様。オーナーがお話ししたいと。あ？オーナーってのは？西谷でございます。よう鶴野、キャッスル来たんなら声かけろよ。水くせえな。お恐れ入ります、会長。お忙しいと思っていたものですから。よう俺なんぞにお気づきで。俺は千里眼だからな。こっからスコープなしてもお前を狙撃できる。やってみっか。よろしければこれからご挨拶に伺っても。そう来なくっちゃ、隣にいる上流も連れてこいよ。上流と言いますと？おいおい鶴野、俺の目は節穴じゃねえ。一目見りゃわかる、そいつが上流だ。獅子道のやつも紹介してくれなかったからな。挨拶させに来い。いや、実は会長、上流は素性を明かさないという条件でキャッスルに来てもらってるんです。それも渡瀬組がケツを持つ約束で。せやからご挨拶は。へえ、人の気引くのがうまいな鶴野。そう言われたら余計に知りたくてるじゃねえかよ。会長、これはどういうことでっか？キャッスルの中にいる間は俺が神。お前は手出すなよ鶴野。そいつが本当に上流か確かめっから。せやけど会長。鶴野の頭、話はもう終わりです。オーナーのおっしゃる通りお控え願います。どうやら問答無用ってことらしい。この場はやるしかねえ。毎度のことだがな。来い！覚悟はいい。もう僕だ！死ね！Yeah!
あかん、まずい状況ですわ。どうやら西谷会長もこっちに向かってるようです。あんたはヘリポートへお急ぎを。赤目がおるはずです。すぐキャッスル出て体勢を立て直さな。お前はどうすんだ。会長と会ってあんたに逃げられたと話します。渡瀬の親父が出てくるまで俺は近江の人間や。表だってあの人には立てつけん。急にバタついてきやがったな。行く前に一発俺を殴ってってください。あんたを逃がしたと疑われんだ。は、早ないっすか。一応手加減はしたんだぜ。ここまでや。まさかこっちに来るとはな。Thank you.
来たか！逃がさんで！上流、なんでお前そんなに釣れねえんだよ。ここはサツだって来ねえし。
お前の素性がどんなんでも許してやるってな。あグラサンも外せよ。会長、もう勘弁してもらえませんか。ジョーリーは俺らにも素性明かさん言うとるんです。そりゃさっき聞いた。知らねえっつったろ。分かったよ。お？どうしても俺の面が見てえってんなら、鬼人会の会長さんにはタイマー張ってもらおうか。ジョーリー、俺自分より弱えやつの言うことは聞けねえんだ。いい、いいね、上流。そんな風に言われたらビンビンになっちまう。あ？いや、おっしゃー！お前ら手出すんじゃねえぞ。タイマン久しぶりでさ、俺ももう偉くなっちゃって、最近は誰も本気で相手してくれねえんだ。おかげで体が欲求不満。うずいてうずいてしょうがねえ。これから俺とやるのは喧嘩なんだよな。当たり前だろ。ただお前が死ぬまで終わんねえぞ。そっちがその覚悟でいるなら結構だ。俺も遠慮なくやれる。が止まらねえ。なんてざまだよ。俺もとんだ間抜けじゃねえかよ。どういう意味だ。上流だって。違う違う、お前の名前はそんなんじゃねえだろう。お前は死んだはずの男だ。そっか、やっぱあれか、バレたらまずいやつか。でも俺の目はごまかせねえよ。会長、一体何を。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の竜。お前も知ってたんだよな、鶴野、こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ、堂島の。
もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったらこの船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんな、これ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。に、鶏？そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ、待ってくださいよ。ええやろ、うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわ。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう行ってえで、上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんたどこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、セルノです。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった。目探した途端まるで盛りなついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえのか。横着しやがって。今の基人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。なら、ちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと。500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば。そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。上流。ああ、はあ。
何？おい。
くそ。よろしくな。おい、おい、ああ何？いや、しよう。せやな。
えらいこっちゃ。おう。上流。頼むわ。